これで終わりましたというところで、はい、まあ、今回お疲れ様ですということで、どうでした？もう始まってますか？はい、もう一回プロモーションが終わってどう思いましたか？一通り終わって、お疲れたでも何でもいいんだけど、さっき、自分の製品化したバージョンの表紙を見て、うおーって感動しました。感動しました。まさか自分が PSP のあんなところに出られるなんて思ってなかったんで。で、まあ、最初の、あれ、いつぐらいでしたかね。8月ですね。8月。もう忘れもしません、はい、オーディションは。すごかったですね、あれは。すごかったです。どうしたあれは。もう人生初の、もう思い出に残るオーディション。何も聞かされず、行ったら、水着に仮面かぶらされて。16番だ、18番だ。はい、前へどうぞ。前へ出てきてください。さあ、靴ね、危ないと思ったら脱いでくださいね。はい、あ、いいですね。またこの靴を脱ぐ仕草のがやらしかったりしますもんね。一回の挑発ですからね。まあ、一応ゲームの中で体験版でやっつけると見れますよっていうのが、まあ、今回の、はい、趣旨だったんですけれども、顔が出ないっていうのはどうですか？まあ、仕事の中であんまな、あんまっていうか絶対ないと思うんですけど。そうですね、今までまたこれも全然初めてで、私たち多分オーディションの時は体で選ばれるってことはまずな、どうなんですかね。まあ、どうなんですかね。よく顔が出ないのは本当に初めてで。いや、まあね、すごい人が多い時は、まあ、本当に、一般日は人が多いのは当然なんですけれども、はい、でもやっぱり出てもらった時のステージとか、機械室まで帰る時とかは相当すごかった、はい、相当で、なんか仮面の中って見えるところがすごい狭いんですけど、その中からでもうわっとか、なんかビビってる足元とか見えるんですよ。そうなんだ。私こう威張ってるんですけど、ビビらせたまたみたいな、なんかそういう面白さがありました。顔は見えないんですけど、でなんかちょっと行ってまた戻ってくる足とか見たいんだみたいな。仮面とか半端なく重いんですよ。それでその仮面だけならまだしも、首は重い、剣重い、盾重いで、パンチしろとかすごい言うんですよ。殴られたりとか、かわせとか、もう本当倒れそうなのにやってくださいとか、もうちょっと中腰でやってくださいとか、すごい。あの日は一番辛かったんですけど、あの時の写真がパッケージになってて、出来上がって作品になるったらとても良かったと思います。あ、盾が癖者ですね。盾超痛い。まあ、そんないろいろ無茶振りをしたですね、はい。まあ、うちの会社なり、はい、僕なりこう始めなんですけど、はい、どうでした？同じ格好をしてこう連れ回したいですね。それで私がつくからこう避けてみろって。なるほど。はい、やらせてくれますか？やらせません。ダメか。すごいよくできてるんで、世界に1個しかない女剣道士のチタシチーノの抱き枕、頑張ってピコ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 超強くなってゲットしてください。負けないよ。